ケイチョンチャンネルで僕らは育った。ケイチョンチャンネルの子供たちだ。はい、ケイチョンチャンネル、ケイチョンチャンネル始まるぞ。パラッパラーパラッパラー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 。はい、はい、いやー、今日はね、はい、届いた弓江シリーズでございます。はい、届きました。届いたのでございます。はい、ちょっと間が悪いです。すいません。本当間が悪いですね、今。はい、はい、あ、間が悪いことはあと2個あります。何ですか？まず、オープニング撮ってる時に、見切れました。お前、いい加減しろよ。それと、歌ってる途中に、電気を一回つけました。どれや、ほら。いや、取れてる。ええ加減にせえ。わしもパチッとついてる。どっちなんかなと思って。パチッとつけて。あ、川島、はい、すいません。あの、今日も川島がいるっていうことは、はい、届き物がありまして、はい、こちら見ていただいたらわかります。はい、ドン、はい、こちら、なんとこれなんですか？全部餃子です。全部餃子。全部餃子。全餃子。はい、あなたには、調理をしていただきますというふうに一報を入れて呼び寄せましたよね。はい、はい、あなたは今日餃子を焼く係です。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございますじゃなくて、はい、この量は焼かないですよね今日。次から次へと人が来ますんで、餃子パーティーですね。餃子をひたすら焼いて食わして帰っていただく日でございます。なるほど。そんな日ないんですよ。そんな日、そんな日ないんですよ。はい、あ、おつです。お疲れ様です。あの、出張おつ料理人で。うまいねー。長いとでしょ、これ。ありがとう。チップたっぷりの。これやってもいいですか？何ですか？一つ料理人として誰か行ってみようかな。でもこれは経営長だね、許可を。川島さんいつもトップをオツって間違えるじゃん。そうです、はい。あ、オツならいい。オツならいい。オツ漢字が違うからもう。今やってるんです、自分のチャンネルで。そうです、だからもう。それいいんですか？うちのチャンネルで作ったもん。まあそうだね。それはだから。ちょっと確認取ったんですよ。だから使用料は、あの、1話につきゲーマン入れていただけたらいいです。ゲーマン、ゲーマン。そんなに、あの、ちとちとちと稼いでないんですよ。あ、じゃあデーマンで。デーマン。デーマンって、デーで、10? お前芸人さんじゃないの。1,2,3,4,5 言えないの。いや、いい数値。ちょっとお前、それはまあ、麻雀じゃねえか。麻雀は、しかも今147ですからね。147。ゲーマンっていうのは分かんないです。せいで EF ゲーアハです。とにかく今日は、はい、ちょっと見せてください。開けてみましょう。開けてください、はい、開けて。どうしたんですか、この餃子。そっちも開けてください、こっちも。うん、多分一緒と思うけど。うん、はい、言わないで。うわっ。これ業者じゃん。これ業者のやつですよ、これ。業者のやつ。じゃ、業者のやつ何個入りこれ、はい、こっちにもね、もちろん。え、うわ、でかい。うわうわ、こわこな、え、だらけです。何個さ、餃子だらけ、だらけ。いや、1個がでかいんですよ、これ。マジで1個めちゃくちゃでかいですよ、これ、ね、餃子職人、どんこどんこさん代表、加藤大空というか、大空さん。はぁ、で書いてあります。どこの餃子なんですか？餃子職人と神奈川じゃん。あ、神奈川だ。メール来たんですよね、メール。なるほど、はいはいはい、株式会社リンガス背景。止まっちゃった。もう早い。背景、記者ますますご精鋭のこととお喜び申し上げます。はい、この度は突然の問い合わせにもかかわらず対応してくださり誠にありがとうございます。餃子フェスに向けて作った餃子が規格外のため
通信販売での販売もできず、賞味期限も迫っている中、餃子たちの行き場を志向しております。そのような折、山本様のチャンネルを普段から見ている私は、すがる思いで概要欄に掲載させております問い合わせメールに連絡をさせていただいた次第です。食品ロスのご協力に賛同していただき、本当に感謝しております。一生懸命に手作りした餃子です。どうぞお召し上がりください。よろしくお願い申し上げます。しかも手作りなんですね。そうそうそう、 すごっ。じゃあお願いします。確かに、ちょっと行きましょうか。でもこれもうジャンボ餃子って書いてあるから、もうジャンボ餃子なんですね。もう1個がやっぱ大きいなと思ったんだよな。それでは始めスタートや、初めて。ハロー。なんか結構ね、油をこうやってつけながらやってった方がいいらしいですけど、最近、はい、カナダのチャンネル調子いいじゃん。調子いいですね。なあ、川島のも川島ってお前、なんで自分の名前が川島になるんだよ。川島のも出張オッズは結構いい感じで、だから慶長さんとかもいずれ慶長のとこ来るのはもう、あ、こっちが呼んでるからさ、そう、ね、改めて来てもらってもね、お返して終わりだよ。お返して終わり。大丈夫ですね。ビーって。何枚だ？西ロヤと14。結構、まあ、お湯でって言ってるの30分じゃねえか。まだ沸いてない。沸いてないけども、でもまあ大丈夫、どっちでも。うん、まあね。で、何分ですか？これで12分くらい。そうです、約12分か15分。あ、結構かかる。結構かかる。で、だいぶ水がギューッとなくなってから、お、わかるか。いただきました。はい、あざす。ビールが、あ、ビール、あ、撮影なんですね。ひなきさん、はい、この間はありがとうございます。とんでもない、そんなです。ビールかけの、はい、ビール、いやー、あ、いや、出たよ、出たよ、ひなきさん、おーら、おーら、ひなきさん、ありがとう、ひなさん、ありがとう、ひなさん、OK です、もうお願いします。ちょっと待って、ひなさん、はいはい。うわー、いいね。行きますよ。行きます。行きます。超強いの。うわー。やったー。上手。お前上手やな。ありがとうございます。いや、ちょっと持ってって。私12分かかるから、すぐ次焼いてもらわないと。あ、そうか、そんなすぐ食べる。はい、そんなすぐ食べる。川島さん、ケチョンが食べます。食べます。マジで焼いてきました。ありがとうございます。あ、お前うまいな。あ、ちょっとどうですか、なんか。うまい。これ何？肉汁。うん。どんこさん。おいしい。でか。中はどういうやつ？うまいの、シンプル。うん、シンプル。特別なものが入ってます。うん。うんうん、すごい。うまそう。うま。うわ。合うじゃないですか、ビール。まあ、ビールで合うじゃないですか。合いますね。これビール、うわ、最高じゃん。ありがとうございます。またいいっすね、ビールが。うまいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いいっすね。うん。あ、これ、うまっ。しっかりで、ニンニクそんなにめちゃくちゃ効いてるわけじゃないんですけど、味付けがすごいしっかりしてるから、うん、これ何もつけなくてもいいかもしれないですね。これはつける。
そうだね、いいじゃないですか。そうだね。でもこれめちゃくちゃ肉汁も、これジャンボとは思えないぐらい味が。いただきます。しっかり、うまっ。じゃあ1個目、何もつけず餃子フェスティバル中止かなんかするなんで、うん、これでも本当に美味しいですね。うまいでしょ。ありがとうございます。あー、これもいいっすね。合いますか。めちゃくちゃ。ありがとうございます。これ普通にいいんじゃないですか。いやいやいや、ちょっとね、普通のビール死ぬっす。死ぬ。まあまあって言うから普通のビール。死ぬっす。やっぱちょっとうまいっすね。めっちゃいい。普通が一番。普通が一番ね。うまっ。うまっ。川島さん、はい、餃子からやっかりました。あ、来た。ちょっと来ましたね。出た。あら、どうぞどうぞどうぞ。噂のあれじゃないですか。噂してましたっけ。ハゲハゲロン毛じゃないですか。ハゲハゲロン毛です。ハゲロン毛ハゲです。あ、今はハゲハゲロン毛ですね。で、ちょっとこう真ん中ですね。こう入れ替えるとハゲロン毛ハゲです。で、ここ変えると、ここ変えると、ここ変えると、ロン毛ハゲハゲです。なんでもいいですけど。で、私がこういくとハゲロン毛ハゲハゲです。なるほど、そうですね。料理長。料理長。はい。料理長いますんで。料理長も今日は。おお。まあ、あの料理長の方が、まああの、うん、NSC だ、下の方なんで、そうです、まあ、地獄の8期だから、大江さんも一番僕らの代だと怖い。あ、そうだった。僕ちょっと今あの会った瞬間にビビってます、うん、あ、ビビってるんですか。あの、 あの頃の私は今最初噛みました、ね。すいません、最初噛んだんで、はい、もういいです。あのアドコンド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 私は。バンバーイ。おはようございます。すいません。皆さん久々っすよね。おはようございます。あ、うまっ。川島さん、本当うまいです。あまりこの人たちの口元とか取らないから、ね、なんで食べてるところが汚らしいんで。汚い。そうですね。何食ってたら汚らしいんで。うん、あ、ちょっと口を切って目のところだけの方がどう。うまいっす。目が、そうでしょ。うまいですよ。死んでない目が。いいです。うん、北海道さんやっぱ怖いんだよ。見てたから、もうん？口元きた、怖いな。もうやっぱり見た感じがもう木魚みたいになってる。木魚みたいになられてるので。誰が木魚やねんとか言わないですもんね。そうだね、木魚ですから。木魚ですから。木魚じゃないわ。木魚じゃない。木魚じゃないよ。今日から言われたらそれは木魚。木魚として生きる人だ。誰が来た、誰が来た。なんかよく来んな。誰？お疲れ様でーす。あら、女子が、女子がね。誰？あらー、山さん、あの大根ちゃんこと大岩根彩奈です。よろしくお願いします。大根ちゃ ん、 ちゃん前野球の時に、野球の時スコアラーをさせたけど、監督がやっぱり采配が良かったですね。そうですね。あれズバリでしょ。ズバリ。あれ僕やったら落ちた。あれ前だったらもうあそこスーパーも何もなく、はい、なんとなくベンチに座ってた。オールカットしましたね。オールカットしてた大根ちゃんです。大根ちゃんで、あとほら葉山さん。あ、葉山のなっちゃんですか。葉山のなっちゃんです。全然わかんなかった。ちょっとマスク取ってもらっていいですか。あー、あー、取らなくてもいいですね。取った方がいいですよ。取った方がいいと思いますよ。それではお食べください。やった。やった。いただきます。いただきます。
美味しいですか？食べてないですね。餃子久しぶりに食べる、今日は野球ないんでしたっけ？今日野球、今日本シリーズ中です。いいんですか？いや、良くないんですよ。だってもう今日決まっちゃったもん。今日なんですよ、オリックスの大ファンなんで、ね、今日負けたらもう。あ、僕知ってました、すごい、はい、ケイジさん知ってるって、はい、ケイジさん、ケイジさん、あ、ケイジさん、自己紹介。あ、吉本の大江健二と申します。埼玉県からやってまいりました。はい、よろしくお願いいたします。すいません、ちょっと待って、すいません、まだ食べてないんで、餃子の会なんで急ぎましたね。趣味はすいません、ハゲさん、ハゲさん、すいません、餃子が今日はメインなので、はい、趣味はとか関係ないんです。先にお食べください。餃子とビールの会なんで、どうぞ。え、これってなんかラッパですか？ラッパです。あ、へぇ、どういうこと？ラッパ飲んだことないんですか？ない、ないです。ほら、あ、ほら、かっこいい。あ、かっこいい。ちょ、めっちゃ嬉しい、うん、呼んでくれてありがとうございます。ありがとうございます。すいません、線抜きが。はい、ちょっと大根ちゃん 、はい、見ましたよ、もうこっちもやってますよ、はい、ほら、あらー、かっこいいから美味しそうだ。あっちかっこいいで、こっち美味しそう。みんなやってますよ、飲みっぷり。あらー、かっこいいね。美味しそう。みんなやってます、みんなやってます、夏を感じますね。全然僕らのこと言ってくれないですけど、具体的なことは何も。あ、ない、たくさん飲んでる。すごい。全然餃子食えないじゃん。めっちゃ大きいですね。え、これ何個目ですか？もう今20個目ぐらいです、まだ。あー、まだ20個だよ。いただきます。どうぞ。まだ20個だよ。あ、500あるからね。あ、そうか。うん、おいしい。おいしいね。気持ち悪い。誰に気持ち悪いの？背抜きだけ頼むか。どこですか？どこですか？どこですか？東海林さん、餃子を食べる女性の口元ばっかり見ないと。なんかそういうのがもうやめてください。よくないよ。餃子を食べる女性の口元ばっかり見るのはやめてください。よくないよ。よくないと思います。バレてるよ。ね。すいません。どうでしょう。クリスマスは。これはやっぱりね、はい、うん、もう土曜日11月の末だから、ね、FM サルース16時から田辺美久さんの「田辺サタデー」に出演します。ラジオですよ。ラジオ聞きます。その後は、その後は「馬バラ」っていう競馬バラエティーがあります。仕事です。場所はどこだよ。これ一番公開生放送。ラジオも違います。どっちも公開じゃない。収録何時のあるんですか？11時。全部が、全部の仕事。23時ってことですか？23時ちょうどいい。ちょうどいい。変わる直前です。そうですね、ちょうどいい。出待ちしてます。出待ち出待ちします。得意だろうな、はい、出待ち。出待ち、待つのは得意。待つのは得意だ。得意なんですか？まだ待ってるもんな。何を5、6件まだ待ってるもんな。まだ待ち、待ちだ。餃子食ってください皆さん。今日餃子メインですから。一個だけ食べて帰るとかやめてください。あの、リン全然食えねえ。本当に。出来たての食べてください。優しい。いや、いいですか。出来たてのやつを食べてください。優しい。すいません。同じこと2回言う。ビールのとカンってなったんで。編集さんの気持ちが分かるんで。ありがとうございます。ありがとうございます。ビールのとカンってなったんで。2回言いました。お前ら2回言った。鈴木の涙になってますよ。東海林さん、なんか聞きたいこととかないですか？どうしたい？ああ、うん。なんて言ったの、前。死ぬ間際っぽかったよ。聞きたいことなかったかな。ないみたいですね。ないです。ないの？あれよ。いや、なんでもいいじゃない。なんもない。盛り上がらないですね、まだ。やっぱそうそう、お互いまだ探り合って。それ言っちゃう。耳かき、耳かきしてるね。何にも興味ないときは。つまらないコンパに来たなと思って。あらー、
ねえ。はいはい、あららら、なるほど、うわぁ、虫バラガールズですから。わぁ、黄色い、これお前のバラガールズ、僕のじゃないか、告白タイまずは KJ、大根ちゃんの前だ。ちょっと待った。ちょっと待ったな。とと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 。あれ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 。まずは近いな。東海に。まずは KG から。はい。大根はいい卵と相性がいいと思います。僕と一緒に年末そして年始素敵な。物を煮詰めていけたらなと思ってます。付き合ってください、お願いします。そして福山、ずっと見てましたお願いいたします。そしてリン、いつも出待ちしてます、お願いしますそして大根ちゃんは、お友達からでよろしくお願いします。お、これは難しい、どちら喜ぶべきか、難しいぞ、振られてはいない、初めての展開だ難しい、何の展開ですか、大根ちゃん、これは難しいぞ、難しいぞ、どちら、これは一回なしにしようこういうのはダメ、もう訳がわからないです、もう一回さあ、手を出してはい、どうぞ。さあ、そして、大根ちゃんは、ごめんなさい、ごめんなさいだーさあ、お参加のお戻りください物足らなかった、物足りなかった、ちょっとグイグイ来てほしかった、もっとグイグイ来てほしかった、グイ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 来てください、グイグイ、来た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 、いやいや、もうちょっとわぁわぁわぁ、お帰りください、お帰りください、いや、でもあれがグイグイ、ナイスワイトですよ、ナイスワイトです、他にグイグイないですか、他にないですか、グイグイ、あー大丈夫ですよ、グイグイ、はい、大丈夫です、グイグイないか、ラストチャンス、ダブルチャンス、来ました、さあ、ラストダブルチャンスの時間がやってまいりました、来ましたよ、一度振られてしまいましたが、はい、KJ、 はい、ラストチャンス、ダブルチャンスはどうなる、早山さん、早山さんの前だ、ちょっと待ったよ、ちょっと待ったちょっと待ったな、大根ちゃん、これ大根ちゃん、これこっちこっちってください、はい、ちょっと待ったー、おっ、つらつらめ、つらつら、うわ、うまそうだー、うまそうだけど今じゃない、今じゃないうまそうだけど今じゃない、ちょっと待った、料理はできた、ちょっとオリジナル作っちゃいました、葉山さんに今の気持ちを言うぞ、まるで加山雄三のように幸せになりてえよ、年末年始俺と一緒に楽しい時間過ごしてえな、こりゃめでてえなって言えるように俺の手を握りしめてくれ、イエイエー、ラッパーとしての KJ を見せつけました、そして宇山、なあちゃんほんまに好きです、お願いします、何でしょうか、そしてどっか一番好きです一番そして葉山さんは、出待ちからでお願いします、出待ちからでお願いします、そ
ないかもう一回、もう一回すみません難しい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 結構すみません嬉しかったんやけどめちゃめちゃ嬉しかった。俺かなと思ってマジで俺もうわマジで来たと思ったのに。そして早川さんはごめんなさい、ごめんなさいだーさあくそ、もう行きそうだったんですけどね、ちょっとこらえましたね。ダメでした。ダメです。すみません、謎のコメント申し訳ない、申し訳ない。そうこういう展開ね、初めてですね。やっぱ我々世代とは違う展開がやっぱりこのマシェバラガール世代にはあるということで、お三方退場です。お帰りください。よっしゃ、どうしたどうしたナイスゲーム、すいません50回ありますんで、あ、50回あります、いただきます、ナイスゲーム。申し訳ないですけど、第2陣がまだまだ来るんですか、誰か。え、今ねまだ第2陣が一応もうね、2袋半まだ大丈夫だろ、まだいけます、まだ残ってますよ、まだ残ってますけど第2陣全然残ってるもんね。若くていいね。そうですか、あれダブルスコアじゃん。え、同じ髪型だし親子みたい。いや兄弟って言ってる。全然食べないじゃん。娘が言ってるぞ。お母さんね、飲み出すとね、お母さん食べれなくなっちゃう。わかります、わかります、わかります。あ、すげえ、意外とここが柔らかい。触りたい。気持ちいいです、ここ。本当だ。あ、ここいい、ここ。そうです、ここ。ここ。お前、チンコ。あ、これ、あ、ごめんなさい。あ、やった。やってない。お前、やったのに。やってる、やってる、やってる。それは、お前ら。お前、ほんま腐らないで。いや、なんで、なんで、なんで。なんで、通り越しちゃう。なんで、通り越しちゃう。なんで。チャンネル登録。よろしくね。チャンネル登録よろしく。